ここね、20年、30年、ひたすら政治資金は厳しくなる方向なんですね。でこれ進んでいくと何が起きるかというと、世襲議員有利になるんですよで。潤沢に資産があるんですもん、彼らは。そういう人はできますけども、そうじゃなかったら大変ですよ。結局、世襲議員有利な方向に行きます。政治資金が厳しくなれば厳しくなるほど、 金持ち有利、世襲議員有利になります。だって派閥こうやってね、ぐちゃぐちゃにされちゃって解体とかなっただって派閥ってお金はないけども優秀な人を当選させるために、派閥がお金出すんだから。まあ党も出しますけど、派閥も出すだけだから。だから派閥がしっかりお金を集めて、若手のね、候補者なり議員にお金を出すということは、世襲議員じゃないお金なくても優秀な人に政治家になるチャンス、もしくは政治家として活動する機会をより与える方向に派閥が 機能していたんですよね。キックバックもダメって言われちゃいましたからね。OK なんですよ、キックバックは。でも、キックバックもやりダメに上がる。じゃあ、キックバックもできないって言ったら、じゃあ、結局、世襲議員有利だよね。元々持ってる人は持ってんだから。だから、普通の議員は一生懸命パーケン売って、キックバックもらって、これでようやくしのいでいるわけですから。それもダメって言われたら、いやーもう、無理ですよ。金持ちじゃないと無理ですよ、これ。 だから、なんかいい方向に行かないな、これ。だからね、あんまりね、脱税だ、不器材だ、犯罪だっていう気持ちはわかりますよ。気持ちはわかるんですけども、平和にパチンコ打ってる人と一緒ですよ、それ。別に犯罪してる意識もないです。みんなやってんだもん、何十年も。誰も検挙されずに。え、なんで俺だけ今って、みたいにな、だからもう、いちいち、 一個一個しょぼいんです、この話は。もっとね、突っ込まなきゃいけないところたくさんあると思いますけどね、極悪非道のね、ことは政治の世界にもたくさんありますよ。じゃあ、医師会とのつながりとかおかしいじゃないですか。もう本当にね、国をね、悪い方向に持ってってる民主主義が歪む話は山ほどあるんですけどもね。こんなつまんないことにね、はっきりと私の目にはつまんないものに見えてますけどもね。 すごい事件が起きたかのようになってますけど、ほんとしょぼい話ですよ。と思います。だから結局、安倍初節ですよ、この話は。同じこと、岸田派がやってても、はい、不記載でした、訂正します、OK ですから。安倍派だけは許さないわけですからね。らこれは安倍初節です。と思いますね。メディアだってそう動いてます。安倍派を潰すって動いてます。検察だって安倍派と二階派に入ってますからね。だからあんまり踊らされないでくださいね。これ安倍初節ですよ。 検察もこんなやり方していいのかなある日パチンコに踏み込んで賭博罪で台をするのと一緒ですから。だからね、もうテレビとかあんまり真に受けないでくださいね。鼻からしょぼい話を無理やり大きくして安倍派を潰そうとしてる話だと思いますよ。恣意的操作そう。だからもともとこれ、ことの発端は赤旗ですからね。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。